京介も初めてだったんでしょ。そうだよね。そういう人がいるようには全然見えなかったし。おはよう。じゃあこれから塾に行くから駅まで付き合ってくれないかな。日曜日に晴れると気持ちいいよね。なんだか顔がにやけちゃうかも。だって塾に行くってだけでこんなに楽しいんだもん。もしこれが遊びだったらって。京介の方は何か思いついた？旅行とかはどうかな。やっぱり。じゃあバイキングとかは？あ、違った、ハイキングだ。富士山とか？そうだね。じゃああとはシンプルだけど、遊園地とかだね。じゃあそうしよう。そうだね。楽しみ。じゃあ行ってくるね。また夜お願いね。日曜はちょっと早いんだけど。
やっと起きたの？もう10時よ。約束あるんじゃなかったの？せっかく遊びに行くんだからもっと早くに出ればいいのに。あら、こんにちは。お出かけ？無事に卒業したしね。まさか、日曜なんだから。というか、有給取ったのよ、2週間の。旦那とね、温泉にでも行こうと思って。ほら、ずっと忙しかったでしょ。だから久々に骨休みでもしようと思って。そうなのよ。まだ用意しているみたい。たく、男のくせに長いんだから。いや、うん、ちょっとね、ここで積んでいたんだ。お墓参りに手ぶらじゃいけないだろう。うん、夏美は花屋で買った花よりもこっちの方が喜ぶんじゃないかと思ってね。もうちょっと積もうかと思うんだけどね。まだまだ。ちょうどよかった。君に一つ質問があるんだけど。君くらいの年頃だとプレゼントは何が嬉しい？
なあ、何？寮に誕生日プレゼントでもやろうと思ってね。まあ、気持ちの問題だよ。ところで、君は通りとの結婚も視野に入れているのかな？ところが、そうでもない。時間なんてね。私、普段と変わっているところないかな？なんだ、京介ったら張り合いないの？ダメ、わからない人には教えてあげません。寝てもいいよ、起こしてあげるから。京介、目が覚めた人はまだ一人もいないそうです。原因もわからないし、医者もサジを投げているみたいで。そう、お父さんにももうどうにもできないのかな。通りさん、今日はもう帰った方がいいですよ。大丈夫だよ。だって約束したから、ずっと一緒だよっていう、そういう約束。けど昨日の朝からずっとじゃないですか、丸一日も。ずいぶん怒られちゃったけど、家族でもないのにって。変だと思ったんだ。だって京介、一度も遅れたことなかったんだよ。なのにいつまで待っても来てくれなくて。せっかく買ったのに。捨ててこようかな。
さんがそこまでやる必要ないですよ。ううん、やりたいの。やらせて。京介、桜が満開になったよ。ほら、窓の外、綺麗でしょ？もこもこって咲いてて。